身長ビヨン石井学学生整形が専門医身長先生こと田辺です。今日もですね、全身全霊でね、身長に関する答え信じていきたいと思います。身長の話し方はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日はスペシャル対談企画ってことでエンペラーに来ていただきました。エンペラーはですね、クマ取りって言って目の下のクマですね、はい、これの手術が日本で一番うまくて一番数やってるってことで神がかってます、はい、で非常に有名な先生なんですけど、今日はエンペラーと一緒にね、はい、身長治療についてお話ししていきたいと思うんですけど、エンペラーね、早速なんだけど身長高いよね。僕高いです。そうですよね、何センチ高いです。僕185ね、高いですよね、はい、だから本当にエンペラーある意味この話題が一番興味ないんじゃないかなだからどうなんですか。でも逆に僕身長高くて本当にいいことしかないと思ってるので、確かにそれまず皆さんにお伝えいただきたい、はい、身長高くて良かったのトップ3、はい、例えば何かありますか。まず夜モテる。おお、はい、昼じゃなくて夜モテる。夜モテます。昼はそんなに変わらないんですけど変わらない、はい、あとまあ写真撮った時に映えるっていうところと、うん、単純に運動とかどのスポーツも背高い人が有利っていうところですね、うん、そうですよね、はい、やっぱり特にその子供とかだと技術が成熟してないから単純身長が高いだけで何でもいっちゃいますもんね。そうなんですよ、バスケもバレーも走るも、そうなんです。そうですよね、まあ、確かにいいことばっかりとか、はい、エンペラーお父さんもお母さんも大きかったんですか。僕ね、そうじゃないですよ。あ、そうなんです。お父さん何センチですか。お父さん170。お母さんが163。ちょっとじゃあ遺伝身長計算してみます。大丈夫ですか。遺伝身長170足す163足す13割る2なんだけど、173です。173から一応最大限の遺伝的な変動率はプラスマイナス9なんですね、はいはい、なので最大で182が一応理論値なんですよ。それを超えてるのでエンペラーやっぱさすが持ってますね。やっぱりちょっと DNA 的に、はい、もう DNA から標準偏差の枠を超えてるんですね。あ、すごいですね。そうです。皆さんもこれぜひ動画見ていただいた方は、そういうふうにお父さんとお母さんが低いのに子供が高いタイプってどういうタイプかっていうと、結構多いのが、そのお子さんが晩熟っていうタイプですね。簡単に思春期が遅かった人が多いんですけど、エンペラー遅かったですか、はい、あ、遅かったと思います。やっぱりね、はい、うん、例えばなんかその高校生から何センチ伸びたか覚えてます。中学校からすごい伸びたのかな、うん、中学校本当に1年もう5センチとかそれぐらい伸びてるんですよね、うんうん、高1で183だったの覚えてます。あ、じゃあ超晩熟じゃないですね。16歳0ヶ月から日本人の平均的に伸びていくとプラス2センチなんですよ。高校生入ってから2センチが伸びたっていうふうに言われればその人平均的ですねってことで、じゃあ平均かもしれない。今の話だとほぼ平均ですね。だからなるほどですね。次は、あり得るのが骨格がベース多くて、ただ5歳ぐらいから身長高かったはずなんですけど、どうですか。ちっちゃい時は平均的よりは大きかったと思いますね。やっぱそうですよ、はい、だからまあそこなんでしょうね、おそらく。うん、あとはやっぱそのお父さんとお母さんの方のなんか覚醒遺伝とか関係あるのかな。あったかもしれないです、ね、じゃないとなかなかさっきの遺伝身長から今のエンペラの身長なんてかなり難しくて、めっちゃ寝てめっちゃ牛乳毎日飲んだんですよ。それはめちゃくちゃいいですよね。いいですよね、はい、睡眠すると、まあ、成長ホルモン分泌されるのでやっぱりすごくいいってところと、はい、牛乳に関して言うと有害説もいろいろあるんですけど、牛乳に関してはやっぱりその手軽にタンパク質摂取ができるって点が私いいと思ってて、それが1点と、あと一方でダメな点に関して言うと脂質油が結構含まれるので、太りやすいと結構ダメで、はい、太りやすくなければ牛乳はどんどん飲んでくださいね。しかも3倍以上飲んだ方が身長高いっていうのが、それがブリガム・ウィーウェンズ・ベンっていうところの論文でね、もう示されてるので、私はクリニックに来ると強制的に皆さん子供には皆さん3杯飲ます。なるほどですね、はい、昼の給食あるじゃないですか、はい、あれ牛乳余ったら絶対僕はじゃんけんしてもらえる。さすが1日2本朝飲んで昼間2本とか、うん、あれエンペラって兄弟がいるんですね。僕一人っ子です。あ、一人っ子、じゃあ、はい、サンプルが少ない、分かった。そうなんですよ。これで例えば弟さんがいて弟さんすごい低かったですよね、偶然的に高かったって言えると思うんで、一人だと何とも言えないです。そうなんですよ、エビデンスがちょっと足りないです、はい、ちなみに今エンペラーは身長チームってなかなか知らないと思うんですけど。そうなんですよ。となんかどんなイメージというか、なんか質問とかあればぜひ、視聴者の人も知らない人も多いと思うんで、本当に身長に関してはマジで無知なので、うんうん、興味はめちゃくちゃ持ってるんですけど、うん、単純に何センチぐらい伸ばせるのか、いつまでに始めたら、うん、やっぱりその大人、例えば40、50になってから身長伸ばすとか、なんかイメージ的に無理なことが多いんですけど、うん、そこ何歳までだったら間に合うのかとか、うん、それを計算です。まずは、身長治療が早ければ早いほど、まあ、これ何でもそうなんで、早期発見早期治療、どの分野でも一緒で、はい、目の下でクマってもうボコボコになってから来られると困るんで、そうですね、いやそれ遅いわみたいなところで、はい、何でも早ければ早いほどいいってことだから、子供も早ければ早いほどいいで、はい、うちは5歳から受け付けたんで、5歳になったらもう来たらいいんじゃないっていうのが本音なところと、はい、その次に、治療効果が高い時期っていうのは大体5から10歳
が一番効果が高いので、その時期とかにしっかり治療してあげると上乗せできる身長プラス10センチぐらい最大で、例えば将来170になるよって子が180になったりとか、160になる子って言われると170になるとか、もうかなり人生変わる、だいぶ変わりますね、全然違う。で将来何センチになるかの予測も私そういった方法も開発してますので、そこも予測しっかりして、でさらに上乗せしてあげてるで人生大きく変えられるってことですね、はい、でそれはまあ10歳まで、で今度はじゃあ10歳からまあ13歳ぐらいまで、そこは、治療がまあできますよっていう時期ね、ちょっと治療が落ちてきます、はい、でその時期になってくると春季が絡んでくるので、はい、春季は実は先ほどちょっとお伝えしたんですけど遅い方が身長高くなるんですね、なので春季を遅らせる薬もあるのでそういったのを使用していったりもします。その次のフェーズ、一番最後のフェーズですね、13歳とか14歳とか、15歳ぐらい、そこが本当に一番最後の時期ですね。その時期になると治療はできるけども治療効果がかなり落ちてきます、正直言うと。例えばプラス最大3センチとか、それぐらいの年次感になってくるので体重に応じて増えてくるので、費用が高い割に少し得られる身長低いっていうのが、それで13歳、14歳、コスパ悪くなるわけですね。そうで15歳以上になってくるとうちはもう受け付けてないですね。なるほど、と思ってると、まずは5歳から10歳に治療することがおすすめだし、10から13歳ぐらいも一応いけるよってところで、13、14、15になってくると、かなり厳しいよってところになってくるかなと。ただ実際は結局その子の成長の程度によるので、15歳から結構身長伸ばせるパターンもありますけども、ただ基本的に早くしないとダメだっていうのは皆さんでご理解いただくといいんじゃないかなと。めっちゃ分かりやすいですね、じゃあ5歳から治療始めるにはもう親の身長を見てこの子ちっちゃくなりそうだな、もう前もってやりましょうという感じですか。先ほど言った最終的な身長をまず予測することが大事ですよね、はい、例えばその子が将来180になるというふうに仮定した場合に、はい、目標身長に設定しまうんですね、はい、で目標身長が180で、現在の予測も180であれば、じゃあその子は使用しなくていいですねって結論なんですね、はい、一方で目標が185で、はい、現在の予測が175だったらこれ絶対予測治療しなくちゃいけない、しかも10センチも差があるんだから成長ホルモンまでやってくださいねって説明になるし、ただその差が2センチか1センチであれば、じゃあ栄養補充療法って言って、サプリメントだけでいいでしょうねとか、はい、そういう選択肢が変わってくるんですけど、じゃあ最終身長をしっかりと予測することが大事なんですよね。じゃあそれをどういうふうに予測するかっていうのは、それも私が確立したんだけど、6個の項目から予測して、はい、現在の身長、過去の身長、レントゲン検査、レントゲン検査は骨の年齢ですね、成熟度を見ていきます、骨の成熟度、はい、あと新規症状、新規性を作業とする、早い人と遅い人いますので、そこをチェックしていきます、であと両親の身長、はい、であと採血の項目で、ALP って言って、アルカリフォスファタース、昔から聞いたことあるんですけど、はいはいはい、あれを見ますので、そこら辺を全部6個の項目を総合すると、最終的に予測ができるので、そこで予測を毎回しながら、目標の身長と埋めながら。で目標の身長設定の仕方も結構厳密に決めてて、目標3つかんでもってですから、身長ですね、ある男の子にその子に何センチにさせてあげたらいいと思います。例えば男だったら何センチがいいと思います。今とかそれこそ大谷翔平見てたら190ぐらいたらすごいなと思います。いいと思います。80はミニマム見てほしいなと思います、すごく今いいところ言ってて、はい、目標っていうのはそういうふうにして理想の目標値と、はい、何が何でも達成したい目標値と全然違うんですね、はいはいはい、例えば経営でも同じで、はい、もうめちゃくちゃうまくいったら10、はいはいね、最低限3億円売り上げるだろうっていうふうにして、ね、こういうふうにこう、はい、レンジをおそらく決めてる、はい、身長も同じようにして皆さんにお伝えしてて、あなたは理想の身長何センチですかってまず聞きます、はい、次は現状を変えてみて、例えばお父さんの身長とかお母さんの身長とか、今の身長を変えてみて何センチになりたいですか、最後は自分の身長とか両親の身長全部込み込みで考えるのに、最低限何が絶対これだけクリアしたい身長なので高い順番になります。一番多い答えが理想が180センチ、なんとなくなれたらいいなと175センチ、最低限何が何でもなりたい身長170センチ。なるほど。でここで超面白いんですけど、はい、経営でも何でもそうだけど、結局夢を掲げてる時点では全く叶わないですよね、はい、で何が何でもっていう気持ちがないと達成できないじゃないですか、はい、それも身長も全く同じで、理想と呼ばれる身長とか慣れたらいいなって、そういうぬるい予測は僕意味ないと思って、ね、何が何でもなりたい身長だけしか結局って私採用してません。だけど必ず最初に完成、皆さん3つの身長を設定してもらってますね。その後何が何でもなりたい身長に対して予測身長と掛け合わせて、その引き算を行っていって、その差を埋めていくって作業をやってますね。なるほど、めっちゃ分かりやすいし、まさか身長と経営も同じ考え。いやけどやっぱりその、なんていうかな、無計画は失敗を計画するの。あ、間違いないです、ね、やっぱりその無計画じゃやっぱりダメで、特に身長治療の場合と、はい、身長決まってからじゃ遅いんですよ。はい、私よく例えてるんだけど、それ受験に落ちたんですけど、どうしたらいいですかみたいな、それはもうダメですって、受験に受ける前に塾に相談しちゃダメだし、はい、それは受験から1年前だったらいいだろうし、2年前でもっといいだろうし、3年前でもっといいよねとか、早く来なくちゃダメだよっていう説明してますね。これは皆さん身長ちょっと伸ばしたくなりますね、うん、はい、
身長治療器って3つからなってますね、うん、1、2、3、はい、薬物介入してまで身長伸ばしたい人に関して言うと2つ注意点があると思ってたりします。血管の差は本気度の差なんで、うん、